演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちら業務スーパーのベルギー産チョコレート2種類を食べます。どちらも食感も楽しめる系統のチョコレートなんですね。これは楽しみ。ではまずこちらのクッキーフランスチョコレートから。中身はこんな感じですね。ちょっと割れちゃってますね。ま、食べてみれば同じ。ではいただきます。あれ、食べてみると意外とこれはもう少し欲しいですね。からではもうイチゴのいい香りがしています。イチゴの片輪から仕方もです。どちらもチョコレートミルク感はたっぷりあって美味しかったのですが、中のトッピングがもう一つパンチ力不足でしたね。どちらクッキーの方が、ちょっとクッキー感じたかったなというぐらいの量のクッキーしか入ってませんでした。ストロベリーの方もイチゴの香りが最初はしたんですけど、ちょっと物足りない感じがしました。なのであくまでチョコレートメインの商品として食べるのがいいと思います。どっちかというとクッキー&クランチの方がまだ食感を感じられても良かったですね。というわけでどちらもこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。